本日は韓国ドラマな恋がしたい最終話の予告をご紹介していきたいと思います。いやー、これ皆さん10話まで見ましたか？これどうなるんでしょうね。まあ10話まではね、なんとかね、ウォンシクとのぞみがね、主演として選ばれね、撮影が始まりました。とここまでは良かったんですけど、最後のキスシーンでですね、ね、ご覧の通り、二人泣きながらね、いい演技をしまして、まあ僕もね、見ながら泣いてしまったんですけど、それぐらいみんな、ね、二人とも、すごく集中して、撮影に臨んでくれたんじゃないかなと。うん、でもこれですよね、終わった後にウォンシクが、こう深くなんかいろんな深い考えに、至るんですよね。始まるとなんか考えてると、こっからなんかちょっと気になるなっていう気がしてて、まあもちろん望みとしてはね、うん、まあ終わってお疲れなんですけど、まあ、ウォンシクも泣きすぎてたから大丈夫って言いながらね、気を使う場面が出てくるんですが、ここで急にね、ウォンシクは外に出るんですよね。で外に出てからもこの表情で考え込むと、うん、一体何を考えてるんだとね。だからこれだけ見るとね、予想としてはうん違うなと、うん、やっぱりほのかかなという感じに見えますよね。でそれを見た、のぞみはまたね、ご覧の通り、まあ、不安になると、うん、いう表情でした。だからもうかわいそうでかわいそうで、のぞみが、まあ、わかんないですけどね、ウォンシクがどういう決断を下すのか。いやー、もうちょっと嫌だな。で一方で急に最終告白とか出てくるし、どういうことって思いながら、うん、最終告白どういうこと？まあ日本人の女性の4人が、まあ、帰国するっていうのは分かるんですけど、まあ普通の帰国じゃないみたいですよね、うん、告白をさせられるとね、告白した方のみが、キスができるみたいな、また変な設定で、最後の最後まで、こう決断に迫れる、うん、4人8人ですという感じですよね。さあどうなるんだって話ですね、ここからね。うん、ウォンシクは、最後すごく考え込んでましたが、のぞみなのかほのかなのかね、まあ、当然ねほのかもねずっと、待ってくれたし、うん、もう迷わず、これからは迷わず好きで言ってくれそうな、うん、気もするんですが、僕は一方でね、望みが、結ばれないんで、うん、それがもう悲しくて悲しくてね、別にほのか側でも望み側でもないんですけど、まあ、でもあれか、これハッピーになるあれはないのかね、結局誰か選ばれたら誰か落ちるわけだから、うん、ハッピーに3人ともハッピーになる道はないですね、うん、そう考えると、いやー、どうなるんだろうな。これどうなんですかね、やらせなんですかね、皆さんどう思いますか。こんだけね泣かれてやらせだったら超嫌なんですけどまあでもね、我々が見てるカンドラもまあね演じてるんで、やらせちゃやらせなんですけど、うん、なのでこれがもし、うん、やらせだったとしても、うん、別に一つのカンドラの作品としてはありなんじゃないかなと思うので、別にいいのかなとね。なので、まあご覧の通りのアヤノと、あとテギュンとギオとドンギュですよね。もうどうなるのかね。
まあでもね、あのご覧の通り MC たちはね驚いてたからね、すごい驚いてたから、我々が考えられない急展開が待ってるのは間違いないですね。それが僕はウォンシクがやっぱりほのかに戻るんじゃないかなっていう気がしてます。ちょっと望みかわいそうですけど、まあでもやらせかもしれないのでどうだろうなと。とにかくこの3人のね結末が気になりますが、10話まで見た皆さんの予測はいかがでしたでしょうか。ではまた。Ready to start.